マリオネットマリオネットマリオネットは人形劇でよく使われる操り人形の一つであり、特に糸で操るものを指す。日本では糸繰り人形とも言う。マリオネットの語源はフランス語においてのマリオ、マリアの親愛型である。ただし、フランス語のマリオネットは糸操り人形に限定されず、英語のパペットでは一人ぼっちの羊飼いの曲に合わせて、 子供たちがマリオネットを使って人形劇を演じるシーンが印象深い。サンダーバードの作者として知られるジェリー・アンダーソンによってスーパーマリオネーションと呼ばれる顔に使う部品もコントロールできる技術も開拓されている。カラクリサーカスには人間サイズのマリオネットが武器として多数登場する。フランスの劇団ロワイアル・ドリュクスの作品スルタンの像と少女は ラマシンが作った10メートル前後の巨大人形を数十人の人間で街中で動かす人形劇であるアトリエ小屋アトリエ行きよ。ありがとうございます。